よし、じゃあ今日もね、16色の、島でね、冒険をしていきましょう。じゃあ今日はとりあえず足場はとりあえず手に入ったから、なんだっけ、確かチェストをどっかにあったあった、これだ、確かそうそう、これ多くの葉は自分で置いたらね、ちゃんと消えないらしいですね。俺てっきり消えると思ってて、これ消えないらしいから、じゃあこれを使って、ちょっとどこだっけ、魔女の家、どこだっけ、なんか魔女っぽい家があったとこ、どこ、あれか、あそこと、目の前にある雪山、雪島にね、行こうと思います。とりあえず、じゃあ雪島行こうかな。剣がない。剣。オッケーオッケー。よし、オッケー。あららら。オッケー、剣、完成。じゃあ、行きましょうかね。よし、じゃあとりあえずあそこまで行きたいな、行くんだけど、あれか、ツルハシもないな、俺何も準備しないわ昨日の夜さ、俺すぐ寝たもんなもう寝ることが好きだからさ、すぐ寝ちゃうんだよ。石すらないのか。ちょっとじゃあ石取りますね。さっきなんか行くとか言ってたけど、とりあえず石取ります。この辺いっぱい石あるな。よし、この辺の石をもらおう。いけるかな、取れるかな、取れ、あー、これ。よし。じゃあこれで、これ階段じゃんこれ丸石とかだ、これ階段じゃん。丸石階段かよ。なんだよ、おしゃれかよ家作るのに丸石の階段使うとか、おしゃれかよ。ちょっと待って。誰だっけ、この人、名前忘れたわ。リンチだ。リンチさんのお家さ、ちょっとなんかシャレってるわ。調子乗ってるな、リンチ。本当によ。どうするよ。石がないっすね。これ丸石っぽくない？丸石かな？あ、丸石だ！オッケーオッケーオッケー。ラッキー。よし、じゃあ、ここも、ついでに貫通させながらね。もう勝手口をいっぱい作ります。勝手口を勝手にいっぱい作りました。それは橋で、これであれでしょ、何かしらあっても掘れるから、バッチリだね。じゃあ行きましょう。早速雪島に行きます。なんかすげえ下に置いた。よし。あ、すごいな。なんか葉っぱがさ、だんだん雪島に近づくことにさ、色が、この、だんだん変わっている感じがさ、すげえ綺麗。なんかドラゴンパッと見さ、ドラゴンっぽくない？影モットのせいでさ、揺れてるからさ、長細いドラゴンみたい。ミミズか弱そう。はい、じゃあ、雪島に着きました、早速。なんか向こうにもなんかあるな。あれはツンドラ島かな。あ、横には、なんだあれ。石炭かな。石炭の木がある。あれすげえ、待ってすごい来たよ、あそこ。また今度だな。あ、チェストがある。やった。よし。落ちないように。よし。先に足場を作ってね。うわー、すごい松の葉だらけ。石のシャベルがあるな。これもじゃあもらっとこう。ほい。オッケー。あとはなんか、あ、下にすげえ見えるな。アイスクリーパーっていうの見える。あ、わかった。あのアイスクリーパーを倒せば、あれか。この島の線路が手に入るんだね。冒頭というか、初めに見たけど、このそれぞれの島に一個ずつ、線量があるんですよね、線量。その線量を全部集めると、なんか脱出できるよっていうやつが、なんか今すげえ見えたと。あー待って、向こうの島にさ、深海にいる海の中にいる神殿のやつがいる。この木を使って見るバグだマイクラってこんなバグあったんだ。すげえ。木で貫通するんだ。じゃあ、早速、下にいる奴らを倒しに行くんだけど、これどっか入り口があんのかな。なんか、下に埋まってるってことはさすがにないよね。あるのかな。もしかすると入り口がありそうで怖いんだよね。もしあったらそれを使いたいんだけど、なさそうだから、とりあえずシチュー食べます。多分手掘りで全然いけるだろうね。あ、もうすでに俺に気づいてそうなんだよな、あいつらは。絶対敏感だよね。クリーパーとかって。あ、マップにもね、ちゃんとね、あ、乗ってるな。マップにさ、見えるの、わかるかな。黄色いやつが全部敵ですね。あー、結構いるんだな、思った以上に。パッと見さ、5、6体見えたけど、もっといるな。10体ぐらいいるぞ。あ、下に見える。あ、なるほどね。そういう感じか。あ、氷ってそんなか、凍ってる風に見せてるのか。なるほど。弓があったら、よかったんだけど、ないんだよね。ごめんなさい。切りかかります。どっかさ、有利なとこないかな。この辺、下掘ったらすぐ、あ、オッケーオッケー。この辺からじゃあ、この辺から切るわ。この辺から切りたいけど、届かねえ。ハート2だ。弱い。いくぞ。ほら！やめて！やめて！やめて！うわぁ！あっぶねえ！あっぶねえ！よかったよかった。よし。いけた。ちょっと回復。あ、なんかいる！誰お前！スノーマンさん？どうも、スノーマンさん。こんばんは。こんにちは、こんにちは。可愛い顔してますね。ちょっと、映して。顔を映して。サムネ用に。君の顔をサムネ用にしたいわ。あ、すげえすぐ湧くじゃん。待って、あれ。ダメでしょ、あれは。すぐ湧くじゃん、そんなのあったら。待って、なんか変なの出ちゃった。あー、壊すしかないのか。オッケーオッケー。このクリーパーを爆破させた瞬間に向かおう、向こうに。来い、来い、届け、届け、君に届け！ほら！よし、よし！どう違う？もっといる？時間が。あ、めちゃめちゃいるじゃん。ダメだって、ちょっとダメだって、そんな、たむろっちゃダメだって、すぐ帰りなさい、もう下校。下校。ほら！あ、やばい！あ、だっそれ、なんで落ちちゃう。うわー、マジか、ちょっと待って。あ、アイテムはロストしないんだ。よかった、俺もう今、終わったかと思ったもん。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう一回向かいましょう。もう一回向かって、もう夜になるから一旦寝よう。よし、おはよう。行くぞ、じゃあ。昨日のリベンジや。昨日まさかあんな感じに負けると思わなかったな。よしよし。あ、このさ、すげえ怖いんだけど、揺れてるからさ、なんか落ちそう。すり抜けて落ちそうだ。怖い。よしよしよし。いや、昨日あんな失態を犯したかな。今日は、お前ら、覚悟しろよ。あ、ここ入り口じゃん。入り口あんじゃん。これでもさ、入り口、バカ正直に行くとさ、絶対、襲われるよね。バカ正直に行ってみる？じゃあ一回。行ってみようか。あ、あるすー！もう負けねえぞ。とりあえずもう、クリーパーはいいから、真っ先に壊そう。これを、真っ先に、壊れろ早く、よし！やった！もういないあ、スノーマンでもいるな。待って、来てる。来てらっしゃる。待って。来てる？来てないな。また。行くよ。大丈夫かな？来てない。どうも。そっちあってみるの、こっちを。あ、いるね。仲良しかも。あ！よし。これを。あー！バカ！よし、入れた？よし、オッケー、ラッキー。あった、これだ。これ壊せばもう勝ちだ。壊れろ。よっしゃ！やった！もういない？もう終わり？よし！なんとか、制圧、できたっぽいな。よし。よかった。松明がないからさ、怖いんだよね。あ、でも松明勝手に置いてくれてるんだ。優しいな。よし、じゃあ、染料を手に入れたいんだけど、これかな？これっぽいよね。ちょっとこれ壊してみましょう、上を。はい。これ取ればいいのかな？あ、下にあるのか。なるほどね。なるほど。そういう感じか。これを開ければいいんだ。よし。あった。これだ。これが1個目の染料だ。何？ DYE。デラックス、イエーイみたいなごめんなさいね。とりあえずこのアイス、違うな、雪山島は無事制圧って感じで大丈夫かな。よし OK。 ちょっと帰りにねこの辺のやつもらっていこう。じゃあ次はあれだな、どこだっけ、魔女が住んでそうな家をね攻めに行くか。よし、待ってろよお前、絶対に占領奪ってやるぜ。俺あれやな、盗賊みたいやな。